グラフトン公は、イギリスの公爵位、イングランド貴族。イングランド王チャールズ2世の死生児ヘンリー・フィッツロイが1675年に、イングランド貴族として上されたのに始まる。初代グラフトン公ヘンリー・フィッツロイ。初代グラフトン公爵に上されるヘンリー・フィッツロイは、チャールズ2世とその愛人、バーバラ・ビリアーズ。後の初代クリーブランド女公爵、バーバラ・パーマー。第代。 グラディソン子爵ウィリアム・ビリアーズの娘の間の3人の被着室男子のうちの次男である。被着室子なので多い継承権はなかったが、母バーバラは息子3人に行為の爵位を確保しようと、宮廷工作に躍起になった。その結果、ヘンリーには1672年8月16日に、サフォーク州における初代ユーストン伯爵と、サフォーク州における初代エプスウィッチ子爵。 ついで1675年9月11日にグラフトン公爵の爵位が与えられた。これがグラフトン公爵家の創始となる彼の兄、チャールズ・フィッツロイはサウサンプトン公爵、弟、ジョージ・フィッツロイはノーサンバーランド公爵位を与えられている。しかしこの二人の家系は死,死に恵まれず廃絶しており、現代まで残ったのはグラフトン公爵家だけであった。初代公ヘンリーは、 初代アーリントン伯爵ヘンリー・ベネットの一人娘、イザベラと結婚した。アーリントン伯位は、特別継承権の規定で男子なき場合に、姉妹間の優劣のない女系継承が可能であったため、ヘンリー・ベネットの死後イザベラが継承した。初代公とイザベラは、一人息子のチャールズ・フィッツロイを設け、このチャールズは1690年に、初代公が、 アイルランドで戦死した際に二大グラフトン校となり、ついで1723年のイザベラの死により、アーリントン伯爵くらい、セットフォード死尺くらい、アーリントン男爵くらいの三尺位も継承した二以降の死後、次男の息子、オーガスタス・フィッツロイが三大校を継承した。彼は1768年から1770年にかけて首相を務めたことで知られる。 その後は目立った投手は出ていないが、九代ジョンフィッツロイは、レーシング事故で死亡するという劇的な最後を遂げている。彼の死去に際して、女系継承が可能なアーリントン博、セットフォード博、アーリントン男爵の三尺位は、彼の姉二人の間で優劣を決められず停止となっている。十代公チャールズ・フィッツロイの代は、貴族没落の時代であり、グラフトン公爵家も、税金。 相続税構成で所有値を多く失った。サフォークにある本邸ユーストンホールの維持費も捻出できなくなり、維持費削減のため3分の2を取り壊している。11代校、ヒュー・フィッツロイの婦人フォーチュンは、1967年以降、エリザベス2世の衣装係助官を務めている。現在の当主は、先代の孫の12代グラフトン公爵、ヘンリー・フィッツロイである。 現当主十二代グラフトン公ヘンリー・フィッツロイは以下の尺位を保有している。グラフトン公尺フィッツロイ家の系図。ありがとうございます。